2006年のスーパー GT は2006年3月18.19日に鈴鹿サーキットで開幕し11月4.5日に富士スピードウェイで閉幕した全球戦のシリーズである。オープンインターフェース SC430GT500 クラスプリベチューリヒシデン GT300 クラス スーパー GT アワーズ2006が行われた球団会館チーム協が GT500 クラスにマセラティ m c 1 2で参戦する予定が発表されていたが主にマシンの戦闘力不足などの理由で実際には一回もレースに参戦せずに終わった従来よりテレビ東京系で放送されていた激走 GT に加えフジテレビ系のモータースポーツ情報番組モタスポ でもレースの模様が放送されるようになった。この年の12月16日には、シリーズ年間表彰式、スーパー GT アワーズ2006が、東京、千代田区の球団会館で行われ、月記 G レギュラーだった、小島秀樹美と、達田理恵が司会、同年のスーパー GT イメージガールユニットだった、ヨンチューンが、アシスタントとして出席している。タイアイコール B、ブリジストン Y、 横浜 D、ダンロップ M、ミシュラン K、クムホ H、ハンコック GT500GT500 GT、スーパー GT アワーズ2006、supergt.net。2014年6月17日閲覧。第6戦で撤退し、61に引き継がれる。ありがとうございます。